皆様、焼き鳥は好きですか？うん、大好きさ。本日はみんな大好きな焼き鳥に似ているマレーシア料理を紹介します。これこれ、マレーシアに来る前から食べてみたかったんだよね。さて、見た感じ、タレのついた焼き鳥のように見えますね。確かに。でも、ちょっと違うのはこのピーナッツソースをつけて食べるところかな。味はどうですか？うん、なんか甘い。甘いんですか？甘い肉自体も甘めのタレに漬け込まれているみたい。さらにピーナッツソースもつけるから、余計に甘く感じるね。そうなんですね。日本だと、お酒のおつまみとして食べられたりしますけど。甘いからあんまりおつまみとしては合わないかも。あえて言うなら、渋めの赤ワインとかなら合うかもしれませんね。そうかもね。俺は、酒は飲まないからわからないけど。私もお酒は飲まないので、わからないですが、どうなんでしょうね。どちらにしろ、マレーシアはムスリムの国だから、お酒は高いからね。飲むと結構高くつくよ。お酒が好きな人は、出費に要注意ですね。ところで、お皿に乗っている、白いクッションみたいなのは何ですか？それはナシンピっていう料理だね。もち米を固めて四角くしてるらしい。試食だな。美味しそうですね。味はついてるんですか？何にもついてないよ。米の味だね。まさに、主食としてご飯と同じように食べるんですね。そういうこったね。付け合わせの野菜は、きゅうりと玉ねぎ？イエス。きゅうりと玉ねぎをつけるのがポピュラーみたいよ。口直しに良さそうですね。そうなんだよ。油っぽく、甘ったるくなった口をリセットしてくれる。さて、アヤムのアヤムって、どういう意味なの？アヤムはマレー語で鶏肉の意味だよ。ということは、鶏肉以外のサテーもあるの？あるよ。鶏肉以外にも、牛や羊、珍しい肉だとウサギの肉もあるみたい。ウサギの肉ですか？どういう味なんでしょうね。気になるよね。今度、見かけたら食べてみようと思ってるよ。楽しみにしてますね。あと、豚肉のサテーはないんだ。ムスリムの国、だからですね。ザッツライト。ピーナッツソースをたっぷりつけて食べるぜ。あら、お皿に垂れてますよ。これはな、誰でもそうなるにゃ。すみません、気をつけます。ええんやで。助かる。合間に食べる米と野菜がうまいぜ。
見てて思ったんですけど、日本の焼き鳥よりちょっと小ぶりですね。そうだね、その代わりめちゃくちゃ安いよ。どんなもんなんですの？一本一リンギットくらいだね。日本円では？今だと一本、27円くらいだね。それは安いですわね。10本でも270円ですか。安いよね。レストランだけじゃなくて、屋台でもよく売ってるよ。屋台の方が気持ち安いかな。屋台でもそのうち、食べてみたいですわね。だんだんと制限も解除されてきてるしね。屋台街もまた活気が戻ってくるんじゃないかな。美味しいものが食べやすくなると思うと、楽しみですね。ほんまそれ、そのためにマレーシアに来たと言っても過言ではないからね。あと、食べ物と関係のない話なんだけど、今、うちの住んでる地域で断水してるんだよね。断水って言っても、数時間くらいでしょ？3日間だよ。え？3日間だよ。3日間も水が出ないんですか？そうだよ。と入っても、コンドミニアムは貯水槽があるから、すぐに出なくなるわけではないだろうけどね。貯水槽がない一般家庭は大変ですわね。マレーシア人は慣れっこみたいだけどね。日本で3日も断水したらえらいことだよね。お風呂とかトイレとかどうすればいいんでしょうか？事前に貯めとくしかないね。きちんと事前告知はしてくれるから。当たり前ですが、日本の常識は海外の常識ではないですもんね。そう、自衛が大事、自己防衛だよね。日本を離れてみて、わかることがたくさんありますね。うん、毎日勉強ですわ。まあ、でも、食べ物も安くてうまいし、英語ができなくてもなんとなくで生活できちゃうし、僕は好きだよ、マレーシア生活。日本のものも、結構簡単に手に入りますものね。ちょっと高いけど。割とメジャーなスーパーなら日本コーナーがあったりするし、クアラルンプールの中心部に行けばイオンとかドンキとかもあるからね。今はまだ移動はしにくいですけど、自由に移動できるようになったらクアラルンプールの中心部にも行ってみたいですわね。水族館とか観光地もいっぱいあるみたいだし、行ってみたいね。いやしかし、10本なんてあっという間に食べられるだろうと思ってたけど、意外と腹にくるぜ。油がお腹にくるんでしょうね。お野菜でお口リセットだぜ。最後の一口、いただくよ。どうでしたか？美味しかったですか？日本の焼き鳥を想像して食べるとタイプが全然違う味だから、ちょっとびっくりするけど美味しかったよ。さっきも言ったけど、鶏肉以外のサテも食べてみたいね。そうですね。見かけたら食べてみましょうね。
というわけで、ごちそうさまでした。今回はマレーシア版焼き鳥、サテイアヤムの紹介でした。また次回お会いしましょう。今日の日はさよなら。また会う日まで。